藤温泉競輪5月のミカリンナイトレースオッズパーク杯はいよいよラストカード 1,2 半戦の決勝を迎えました。難関は5人勝ち上がりましたが渡辺雅也と原田亮太のラインに分かれます。6番手が2番福島の坂井優太。このメンバーで2日間先行しているのはこの人だけです。消耗戦覚悟で今日もかけるでしょうか。6番山梨長野文秀が空いていた番手につけて2番6番です。3対2対2の3分線。さあ後方6番手から早くも上がっていく2番福島坂井優太。坂井が5番の渡辺を抑えていきます。誘導の後ろ、さあここで誘導員対比して2番の坂井が出ました。6番の長野、5番の渡辺雅也は3番手に引いて3番の原田亮太は6番手の位置。さあ中段3番手から5番の渡辺雅也が出て赤番周回に入りました。渡辺雅也が先行体制取っていく。1番の柏木、7番の田中が少し離れていますが追いついていく。そして後方から3番の原田亮太が上昇を狙っていきますが打掌が入って3コーナーから2センター。5番の渡辺が軽快に飛ばして3番の原田は出られません。4コーナーからホームストレッチ、残りは1周です。代わって中段から2番の坂井優太が上がってくる。坂井まくっていく、坂井まくっていく。第1センターから2コーナー、2番の坂井が先頭に変わりました。1番柏木がすかさず切り替えて7番の田中が3番手、インコースには4番の荒木だ。2センターから4コーナー、先頭は坂井優太、坂井優太先頭。4コーナー回ってこの後ろから1番の柏木俊介が踏んできましたが2番の坂井か。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日の決勝戦どのようにレース展開読んでました？そうですね、本当はあの原田君の後ろから始まって原田君と渡辺君もがき合いにさせたかったんですけどちょっと思ってた展開と違いましたね。その中でも中段うまくさばきながら冷静に走れてましたね。そうですね、後ろで長野さんもすごいあのアシストしてくれてたんであそこ原田君に決められちゃうわけにはいかなかったですね。落車後2場所目で優勝ですね。超人な回復力です。いや本当すごい情けない落車で怪我は大したことなかったんですけど、まあ、優勝できてよかったです。次走はどちらになりますか？なんか4日か5日で松山のミッドナイト走るんでそこもしっかり頑張ります。頑張ってください。それではファンの皆様にメッセージを。次の松山もしっかり頑張ります。よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。